より良い沖縄を次の世代へ、共に手を取り明日へ、つなごう沖縄プラス。店内に並ぶ色とりどりの木工製品、何で作られているかというと、こっちはマスキングテープの芯だったり、これはサランラップの芯だったり、そういう暮らしの廃素材を使ってデザインの一つとして楽しんでもらえたらいいなと思って。使われているのは本来捨てられるはずだった廃材。那覇市松尾にあるトンカチでは、廃材を使って一点一点手作りしたオリジナルのアクセサリーやインテリアを販売しています。作っているのは店主でもある滝田紗恵子さんです。こちらのおしゃれなデザインは新聞紙ですね。普通のこれとかはあれです、なんか新聞紙の経済の部分にあるなんか経済成長グラフみたいな、そういうグラフの部分だったりとか。大切にしているのはお店のスローガンでもあるもったいないといただきますの精神。もらったものは捨てずに取っておいて、その特徴を生かしながら使うようにしています。もったいないから生まれる滝田さんの作る商品は SDGs の作る責任、使う責任の目標に即しています。滝田さんが描く持続可能な社会とは、きっかけでそれをちょっとしたことを長く続けること、一瞬では物事は変わらないから、絶対にだから続けていくこと、続けられるっていうのはやっぱりちょっとしたことを楽しんでが基本だと思うので、私はそう思ってます今後は外部との連携も深めていく考えです。